周り見えなかったですね。ゴールシーンじゃなくて、とにかく体のどこに当てようと思って、そういったのがありました。今日は雨で、一日セッションが終わりもあったと思いますけれども、ゴールを決めるだけではなく、しっかり差し込めて、3点の勝利となりました。今日のゲームの組み立てというのはどのように考えられていましたか？かなり押し込まれるシーンも多かったんですけど、ピッチ内では頑張ってよくやろうというふうに話していて、全然やられてるというふうに中までで思ってなかったですし、我慢すればいつかチャンスが来ると思ってて、立ち上がってそのチャンスを出すので、ディフェンスとしてはやっぱり大阪で家族の人たちで見てるんで、やっぱりそういういいニュースが届けられて嬉しいです。次の試合、首位相手に結果を出す感じかなと思うので、我が国みたいな大きい戦いをよろしくお願いします。